ちなみに何やっちゃおうかな。勝ちたいっすね。ね、俺その日誕生日なんよね。知ってる？知ってるよ。なんか見たわ。そう。どうですか、誕生日一緒に女の子二人と過ごせるの？いやー、どっちか一人でもいいから落としたいね。冗談よ、そのでーじゃなくて冗談よ、冗談よ。出たー、キルキルのボブソップ M さん、生きちゃう。まんま来た、キルキルのボブが生たい。なんかありましたよ、インタビューで勝ちに強欲な猫とツナさんが言ってたどういうことですか、ツナさんはね。やっぱりどういうことですか。キャッキャッキャーよりも俺チャンピオンだが欲しいかなってやっぱ思って。え、無理、この人ガン詰め、絶対私のこと好き、殺しちゃう。フィニッシャーしちゃうもん、絶対好き。カバーしてー。待ってー。なに、撃たれてる後ろ背後からはやめよ。行くわよ、チュナ、ほら、ついてきなさい。はい。なんと、いつこれも入りた。ボブちゃんなら入れる。私入れるかしら。強いじゃん、だってそりゃそうよ、強いし、全部のゲームできちゃう。じゃあ運営に推薦しといて、私のこと。推薦してもオーディション聞かないとダメなんだよね。頑張って、応援してる。給料とかどんくらいなのかしら。まあ。チュナの今月の月収はいくから教えてよ。まあ。今美味しかった。美味しかった。美味しかった。なんかリアルだね。何キル？八。マジ。キルリーダー狙ってるんだよこの顔は。違う。キルアトシーの。った人キルリーダー、そもそもの負けず嫌いすぎない。ちょキルリーダー狙ってるんで、この顔。味方とも勝負してる。勝負してる、多分この顔。エグすぎだろ、この猫。あ、チームワークいけるんじゃない。ワンちゃんで、あれでしょ、キル数を聞いてキルリーダーを取ろうとしてるんでしょ。バレバレだよ。何がバレバレだよ。全然バレバレじゃないよ。外れだよ、外れ。うわ、取れたんじゃない？違う。おやすみ、おやすみさんがキルリーダーだよ。私、あー、まあ、まあ、たまらん。まあ、全然狙ってないけど。焦らんといて。うん。俺、弾な。俺、ずっと弾ない。燃えてる。ここら辺にレイス。オッケー、オッケー。平和村の人間です。平和村の人間です。37キルだって。やばー、だって強くね、これ。チームワーク取ってた。高いやん、こんなん。ゴールド1になったよ、一気に。わしも37キルもできたら楽しい、ね。実質ね。だって半分以上倒したってことでしょ、俺らが。そうだよ、37人だよ。やばいよ。多分1人ぐらいエーペックスやめてるよ。何このゴールドタイってな。何このゴールドタイ、つまんな。つまんなっつって。ワンブイワン。うわー、強い。戦いたくなかった。怖かった、タイプ。怖かったね。怖かったね、ツナね。大丈夫？怪我してない？怪我してる。大丈夫？いっぱいしてる。バレンタインモード。え、でもボロさんデートモードやった？やってない。やる人いなかった。いっちゃんやってそうな人がやってないの面白いかも。やってない。あ、けどあれ、あのデートナイトはやってないけど、うん、普通にリアルとかで遊んでた。あー、なるほど。そう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 。なるほどね。なんでみんなネット上でデートしてるんだろうって。俺本当のデートしちゃうのになって。そうだから別に。そう、スカイツリー行った。え、あのデートの日、デートナイト
みんなやってた時に行ってきて、ね、最上階でスカイツリーご飯も食べた、そこでレストランあって、そこ最上階ってご飯があった なくね、スカイツリーあるよ、最上階の1個下じゃない、1個下、1個下やね、うん、なんかガバくねあれ本当に行った、そうそうそう、行った行った行った、本当か、うん、手繋いだよあ、やっぱパッと握りしめるよりも女の子の手握りしめる方がいいなと思ってるからあったかさが違うわって思った、どういう握り方してた、モハモハモハ持ちしてたでもいいかなと思ったけど、せっかくバレンタインだしモハ持ちかなと思ったバレンいいね、ツナさんはデートしたんすかバレンタイン、デートっていうかカップル破壊してきました、なんかそんなくすぐったい誘われ方もしてなかった、あーそうなんだ、あけどチョコは美味しかったよ、あチョコ美味しかったねえ何あってチョコ美味しかった、美味しかったチョコ、ね、ありがとう、あ私からのチョコか、あ、うん、届いてたんだ、そうそうそう、届いた配信で言っていいの、え、ダメだった、言ってないよ、何もマジか、ちょっとやめてよペパ来たよこれ逃げよ起こそあれけ、いや、てかデートナイト遊んでたじゃんアルセイヌさんと、そうだよ私遊んでたよカップル破壊ね、そっかアルセイヌさんあれだもんね、スナさんのことガチで狙ってるって言ってたもんな、えそうか、そういうことか、あ、ふん、ちょっと詳しく聞きに来るんだ自分で聞きに来る詳しく詳しく詳しく、みんなそれおもろいやおもろいやその話あそこに